アブタです。今日のテーマはこちら、はい、ブリーチを極めよう、はい、よ今回ね、いろいろ検証しました、はい、検証したんですね。ブリーチで一番明るくなるのって、はい、等倍なのか、はい、2倍なのか、3倍なのか、はい、なるほど。で、はたまたブリーチって何分置くのがいいの、はい、15分なのか、20分、30分、40分、1時間いっぱいあると思うんですけど、そうですね。で、置き方もさ、自然放置なのか、うんうん、ラップするのか、うんうん、ホイールするのかとか、うんうん、まあ、あると思うんですけど、うん、そういったところで、ね、ある程度ポイントつまんで、こうやってもう検証終わったやつなんですけど、終わったやつがなってますね、はい、これ見ればね、ちょっとわかりやすくなるかなと思うんで、はい、お願いします。お願いします。じゃあね、検証していきたいと思います。はい。で、ここに V 字の置き等倍、等倍、2倍、3倍、用意しました。はい。で、30分置いていくんですけど、はい、ちゃんとタイマーで、はい、30分にしっかりなるように、はい、一個一個の双葉がね、はい、なるようになっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず等倍のやつから持っていきます。はい。で、まだこっちの2倍3倍混ぜてないんですけど、はい、ブリーチって、はい、混ぜたてがね、一番やっぱ反応が強いんですよ。なるほど、うん、だから新鮮なね、ブリーチの方が新鮮なやつですね。で、効果が高いので、ここら辺もしっかり均等になるように、はい、やっていきたいと思います。はい。大体今ね、でブリーチって塗布量がすごい大事なんで、はいはい、やっぱたっぷりめに、ね、塗った方がたっぷりめですね。はい、ブリーチは塗布量です。なるほど、大事なポイントですね。僕はもう大体これの結果分かってるんですけど、はいはい、楽しみにしてるからちょっとひどきですはい、じゃあね、1分後に2倍の方をスタートします。2倍の方ですね、はい、これ2倍です。2倍で、おい、やっぱ2倍ちょっと粘度がね、そうですね、柔らかくなりますね。はい、じゃあ次3倍いきます。3倍ですね。これもね、混ぜたての新鮮なやつですね。新鮮です。もうやっぱ3倍結構緩いね。そうですね、もうちょっと結構水っぽいですね、うん、なんか塗りやすい確かに、柔らかに塗りやすそうですね全部ね、1分ごとにやってる計算なんで、はい、後で30分経ったら、はい、左から1分ずつ流していくんで、はい、わかりました。仕上がり楽しみですね。楽しみですね。ずっとカメラ見てなかったね、俺今日初海ですか、はい、じゃあ今29分46秒、47秒7秒で、はい、30秒だと流していくんで、はい、で、1分ずつ差をつけてます。はい、流して、1分後に流して、1分後に流してっていう感じで、忙しいですね。はい、忙しくなります。行きます。はい。直吉とアブタは一緒に働くスタッフを大募集しています。詳しくは概要欄の求人の動画をご覧ください。一緒に横浜ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。はい、終わりました。はい、終わりました。で、カメラじゃ分かんないかもしれないけど、これが等倍、等倍、これが2倍、2倍、これはついちゃった。ついちゃった。はい、で、これ3倍。3倍。で、見てみると、はい、一番明るいのが等倍なんですよ。ああ、そうですね。うん。等倍が。わかるかな？わかるかな？これ2倍。で、3倍。でも、なんとなくならわかりそうな。でも、そう、等倍が一番抜ける。そうですね。等倍が一番明るいですね。うん、で、3倍はね、やっぱね、明るくなりづらいですね。そうですね。3倍3、ちょっと暗いですね。そうなんですよ。で、2倍が、普通、うん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 、っていう結果に終わりました。なるほど、はい、はい。で、次はあれですね、はい、等倍がやっぱ一番抜けるっていうのはちょっと僕は分かってたんで。なるほど。等倍で、次時間、はい、これ30分いたんで、はい、あと20分とか、はい、30分と、はい、30分ホイールのやつを比べてやっていきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ次はね、はい、20分と30分と30分にホイールしたバージョン。お、ホイールしたバージョンですね。最初はホイールブリーチ結構だったし、やってる子いっぱいいるんですけど、はいはい、そうですね、よくしてますね。ホイール結構高温するじゃん。うん、そうですね。ラップじゃなくて、うんうん、ホイールでの高温、なるほど、上で下がれるのかっていう。なるほど。で、またこれ3つね、はい、同じ大きさの量。あ、今度は一緒ですね、うん、なるほど。やっていこうと思います。はい、よし、ほい、まず20分の方からいくよ。ほい、たっぷりたっぷりと、たっぷり、
なみにこれ等倍です。等倍ですね、なるほど。よし、じゃあさっきのやつが30秒後で、30秒でまたね、まず直すっていう律儀な男さすがですちゃんとタイム上がりたいんで。そうですね、大事ですね。もちろんこれは大きさも一緒ですね。一緒ですね、等倍。なるほど。髪の毛も全部同じ、同じ髪で、時間だけ変えてます、ね。はい、よっしゃ、次はホイールブリーチいきます。はい、もちろん多いね、これは混ぜたてのブリーチで新鮮なやつで、新鮮なやつですね、はい、で、濃度は一緒ですね。はい、等倍ですね。こんもり、こんもり、そうですね、こんもりですね。はい、ホイールブリーチはもちろん、はい、ホイールで、ホイールで包んで、で他の部分はここから上ラップします。あ、なるほど。はい、じゃあこれでちょっと時間を置いていきたいと思います。はい、はい、今ね、はい、19分経ったんですけど。なるほど。これさっき30分送ってたじゃないですか。はいはい、出ましたね。はい、これですね。40分にしました。あ、変更されましたね。両方40分にしました。なぜなら、はい、あの、はい、30分のやつ、はい、さっき作ってたの忘れてました。あ、なるほどなるほど。さっきのやつ30分で使うんで、はいはい、20分、40分のホイール、40分のホイールでちょっと検証したいと思います。はい、あと30秒だけ待ってください。はい、30秒ですね。はい、はーいえ、じゃあ20分になったんで。お、なりましたね。これだけ抜いて洗ってきます。はい、はい、はい、じゃあスタートから40分、今4秒。お、で30秒後に抜いたんで、これ40分30秒になったら流して、なるほど、こっちは41分30秒になったら流します。はい、わかりました、はい、ということでもうシャンプー台に行かなきゃいけないんで、はい、流していきます。はい、高評価コメントお待ちしてます。直吉のインスタ、アブタのツイッターもフォローお願いします。お願いします。チャンネル登録は右下をクリッ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 ク。はい、終わりました。はい、で、さっきの20分ね、はい、一番最初のやつ30分も足しました。はい、で40分と40分でホイール。あ、なるほどなるほど。で、全部起きた等倍です。一番抜ける等倍ね。なるほど、はい、カメラだと分かるかな。そうですね、この毛先の方とか、うん、ここ入ったと結構分かりやすいかもしれないですね。そうで、一番抜けてるのはやっぱ40分のホイールなんですよ。そうですね、もうここ結構もう白くなってるじゃないですか。そうですね、毛先の透け感がやっぱり違います、ね。うん、で次が40分の、うんうんうん、そうですね、うん、そうですね。30分のやつもね、綺麗なんですけど、やっぱ40分のこの毛先の方とか比べると、ね、やっぱ明るさがここ見ると分かるかな。ああ、そっちの分かりやすいですね。こうやって繋げていくときに、はい、ここが40分の方はホイール、そうですね、ホイールの束が一番明るくて。そうですね、20分逆にやっぱ暗いですよね。20分なんかかわいそうですでも全部オキシが同じで、うんうんうん、そう、ただ違うのは放置時間プラス一番右の子だけホイールしてると。なるほどなるほど、はい、この子圧勝でした。そうですね、はい、軽いです。はい、じゃあね、ちょっとまとめしたいんですけど、はい、1回目あのブリーチとオキシ6パー等倍でやって、はい、2つ目のやつはね、2倍でやって、2つ目は3倍でやって、なるほど、一番抜けたのは等倍だったと思うんですよ。はい、そうですね、等倍が一番抜けてます、うん、で、何が起きてるかっていうと、はい、図に描きました。これ A のやつね、はい、等倍、なるほど、はい、で、2倍、2倍、3倍、3倍、つまりブリーチ、はい、オキシのアルカリの量ね。はいはいはい、うん、結局、その明るくするのって、はい、アルカリとオキシじゃないですか。はい、で、なんで A が一番抜けて B、C に向かって落ちてったかというと、はい、単純にやっぱアルカリ量が減ってるんですよね。なるほどなるほど。やっぱり一番この等倍がアルカリ量が一番多くて、はい、で、そのオキシが反応してくれると、はい、こっちアルカリが少なくなってくるとやっぱリフト力が下がってくる。うん、でやっぱ3倍であんまり抜けなかったと思うんですけど、はい、そうするとやっぱアルカリ量が足りてないから、うん、なるほどっていうことなんですよね。なるほどなるほど。で、2回目にやったね、はい、全部等倍でやったやつ。はいはい、全部等倍ですね。あ、これ最初の回だから間違えて40分か。40分ですね。そうそう、これ40分で、はい、でやって、やっぱ20分のやつそんな抜けなかったですよね。抜けなかったですね。で、30分のやつ、まあここでやったやつかね、はい、これもここに加えて、はい、で、40分のやつとコイルブリッジ40分でやった時に、はい、やっぱ一番抜けたのはコイルブリッジだったんですよ。そうですね。で、次が40分。なるほど、40分、うん、で、等倍30分して、やっぱ時間も
そうですね、やっぱ関係していくんですよね。うんうんうん。ただね、一番ね、手触り悪かったのは、はい、やっぱこのホイールグリスだったんですよ。なるほど、うん、やっぱダメージも、そうそう、まあ、なんでかっていうと、やっぱホイールグリッジって熱がこもるじゃないですか。ラップよりもやっぱホイールが熱がこもるんで、はい、リフト力は上がったんですけど、うんうんうん、まあ、その分ちょっとダメージが起きたかな。なるほどなるほど、うん、で最後にちょっとまとめしたいんですけど、はい、ブリーチね、明るくしちゃえばいい。これだから混ぜてから15分以内のブリーチを使えるといいですね。なるほどなるほど。ブリーチって新鮮な方がパワーがあるんで、やっぱ新鮮がいいんですよね。特になんかさ、フルのハイライトとかやったりするとか、はいはいはい、混ぜ終わってから30分ぐらいするとよくんじゃん。うん、そうですねそうですね。あれは良くないです、うんうんうん、常になるべく新鮮なブリーチでやってあげた方がやっぱリフトはしてくれる、はい、なるほど。あと特量が、これも基本です。なるほど。ブリーチはもうすごい特量大事なんで、新鮮なブリーチ使って特量を。なるほど。あとね、やっぱ30分以上置いた方がいいです。うんうんうん。20分だとあんまりリフトしなかったのが分かったと思うんですけど。そうですね。なのでやっぱ最低でも30分置いてあげると、うんうん、まあ、目指してる明るさにはよると思うんですけど。なるほど。30分以上置いてあげるといいなって思うのと、あとこれね、ブリーチは、はい、回数少ない方が痛まないです。なるほど、これ超大事。やっぱ多いと良くないですね。そう、やっぱり2回ダブルからサルトリブルからとかさ、はい、トリブルからトリブルブリッジやっぱね、なるべく少ない回数でやった方がトータルのダメージは少ないです。なるほど。だから例えばね、このブリーチオキシ3倍、はい、20分を3回やるんだったら、うんうん、はい、ホイールブリーチ等倍で40分2回の方が絶対痛まないし、はい、なるほど。で、明るさも多分ね、持っていけると思うんだよ。なるほどなるほど。まあ、そういう感じでやってた方がやっぱいいっす。うんうんうん。で、これを踏まえて、はい、アブタ的な、はい、ブリーチの使い分けっていうのがあるんですけど、アブタ的なのが、そう、リタッチはブリーチ等倍です、はい、リタッチはブリーチ等倍ですね。うん、こちらですね。そう、なんでかっていうと、さっき塗ってるやつ見てたら分かるかもしれないですけど、はい、やっぱ等倍って一番粘度があるんですよ、うんうん、そうですね、しっかりしてる、うんうんうん、でブリーチで一番怖いのって暖房じゃないですか。そうですね、切れちゃう、切れちゃうのが。で、やっぱ時間を置くためにゼロテクでいきたくて、はいはい、ゼロテクプラス時間を置ける、で無駄にオーバーアップしない、うんうん、なるほど。そうなってくるとやっぱ等倍が一番いいですよ、うんうんうん。なるべく1回の、ブリーチで最大限のリフトに持ってくる、はい、なるほど。1回多くて、はい、他の場合、例えば、はい、そのハイライトだったりとか、はい、メッシュだったりとか、うんうん、バレイヤージュとか、うん、ああいうのは自分は 1.5 倍から2倍かな、はい、なるほどなるほど。まあね、ホイールで包むからそれだけで保温効果があるし、うんうんうん、あと、やっぱ粘土がちょっと緩くなるから塗りやすいんですよね、うんうん、そうですね、確かに。やっぱリタッチは大丈夫だと思うんですけど、はい、さっきとかに入ってくると塗りムラが怖いじゃないですか、ブリーチ。うーん、そうですね。だからやっぱある程度の粘度も必要で、だから 1.5 倍から2倍でやることが自分は多いんで。なるほど。まあでもね、今回ね、検証してみて、はい、なかなか動画だと分かりづらいかもしれないけど、はい、肉眼だと完全に分かってたんですけど。そうですね、分かりやすかったです。やっぱ明るくしたいんであれば等倍、等倍、なるほど。で、やっぱ操作性を考えるんだったら 1.5 倍から2倍、はい、なるほど。で、置く時間はやっぱ20分だったら足りない、うんうんうん、40分の方が明るくなったんで、はい、30分以上、うんうんうん、1時間は多分ね、全然あるです。なるほどなるほど。下手に2回ダブルブリーチとかするんであれば、うんうんうん、1時間っていう選択肢もあると思うんですけど、うんうんうん、自分の場合は多分、ね、最長40分ぐらいやってるんですけど、はい、なるほど。そこまで、ね、今度時間があったら検証してみようかなと思うんですけどそうですね。なのでちょっとね、ここら辺にね、ちょっと理論っていうのがはい、分かっていただいた上で活用してもらえたら嬉しいなと思うんで、はい、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。次の動画はこちら。カットの動画見た方が上手くなるよ。おっ、美容師道場、チャンネル登録はこちら。